今こそフェルナンデスということで、今回はですね、初心に帰るという感じで FGZ をレビューさせていただきます。フェルナンデスのスーパーストラトといえば FR がね、長らく君臨しておりまして、フェルナンデスの中でも一押しという風な立ち位置だったんですけれども、僕が高校生の頃ですかね、93年94年ぐらいに新発売というところで出てきたのがこの FGZ です。ロックタイプの上位機種と、これはですね、下位タイプの方になってますね。ロックがないやつです。非常にね、人気のあるね、ギターでしたよ。高校生の頃はね、使ってる人がね、非常に多かった印象です。特徴としては、まあ、グラフィックな感じのデザインというところです。モダンでしたね。機能は非常にシンプルで、ボリュームとトーンで、5way のスイッチに SSH と、で、2点止めのブリッジになっております。早速ね、ちょっと鳴らしていきましょうか。当時ね、4万円、これがね、いつぐらいなのかな、2000年ちょいぐらいのものなのかな、まあ、それでももうね、20年経ってるということですからね。生音いきましょうか。うん、スカーフのネックだけど、結構ね、カチッとしていい材のネックなんで、でもそれなりにしっかりした音が出ますね。うん、ペグもね、そんな悪さは感じないっす。ではアンプ鳴らします。おお、普通にいい。若干弱め。おお。いいですね、ミックス。センターミックス。まあ、ボディのね、感じがそのまま音に出てるというか、こうシャープさ、エッジ感が、感じられますね。で、歪ませば。いかがでしたでしょうか。まあ非常にいいっすね。
まあ、まだ他にもねフェルナンデスのギターに関してはレビューねもう3本ぐらい撮っているので、まあ、こういうニュースになる前に撮ってあるものでございますが、この後もね出していきたいと思います。ぜひぜひご覧いただけたらというところで、ご視聴ありがとうございました。柴田でした。